もう決まりっすよ。私の魔法でもここまで上手に描けないわ。大島さん、ありがとう。ニャンニャン賞の発表です。ニャンニャン賞はズバリこの作品ある。美しいある。プロポーションもバッチリある。これならどんな男も一発でメロメロあるよ。ありがとうあるね。栃木県の菅井優子さん、おめでとうございます。栃木県、いいとこある、素敵あるよ。あんた知っとんかい。シェイシェイある、また書いてほしいあるね。オイラーはバルナースでおなじみバルナス賞の発表なり。ねえねえバッピー、どの作品を選んだの？バルナス賞はこの作品に決めたなり。これは芸術作品なり、哀愁を感じるなり。へえ、これって CG でしょ？すっごい。ありがとうなり、これは我が輩の宝物にするなり。よかったね村上さん、バッピーも大喜びだわ。また素敵な CG を送ってね。それではラスト審査員賞の発表だよ。まずは中村博文賞からいってみよう。みんなは中村博文さんって知ってる？ガンバードのキャラクターデザインを担当されたイラストレーターさんで、言うなれば私たちの生みの親ってとこかな。まあ私が言うのもなんだけど、イラスト描かせたら日本一うまいんだから。ほんとよ。おまけに仕事の遅さも日本一なの、すごいでしょ。ではでは、その栄えある第1回中村博文賞の受賞者は宮城県の三藤四季次郎さんに決定。で、この悪魔みたいなのが私っすか？中村先生、三藤さんもあんまりだよ。罰として私のイラストあと10枚描くべし。わかればよろしい、許してあげるね。続いて夏本雅人賞の発表。夏本雅人さんはね、コミック版のガンバードを描いた漫画家さんなのさ。この本みんなはもう持ってるよね。え、読んだこともないって？そういう君は今すぐ本屋さんに行ってこい。買うのよ、読むのよ、とっても面白いんだから。さて、その夏本先生が選んだ夏本雅人賞の受賞者はこれだ。広島県の空賀さんに決定。やっぱりこうでなくちゃね。まあ今猛烈に感動してるのさ。クーガさん、選んでくれた夏本先生、ありがとう。さあさあお待ちかね、ジジイファンならこの賞をゲットしなくちゃね。鉄賞の発表です。鉄賞はこれに決定じゃ。これ？こら、笑うでない。ちっけえな。この塗り方、この配色、ただものではないぞ。この顔、この髭、この目つき、イラストの奥の奥からわしのパワーをビンビン感じるわい。ああ、もうわしって最高じゃ。ちょっと、じいさんじいさん。というわけで、ホモフリークの憧れ、鉄賞は愛媛県の近藤さんに決定。ホモフリーク言うな。ホモだけどな。よ
長とわしの愛は君のもんじゃ。わしらの愛、フォーエバー。めでたいのー。明日学校休んでいいぞ。それでは、ロリコンお兄さん大活躍、アッシュ賞の発表です。これがアッシュ賞だ。イエーイ。知性、ルックス、そして行動力、この作品には俺の全てがうまく表現されているぞ。自分で言うのもなんだが、うっとりするぜ。うん、10分見てても飽きが来ないぞ。まあ、アッシュったらなるし。からアッシュ賞は神奈川県の加藤さんに決定しました。おめでとう。サンキュー。君はもう俺の仲間だ。よし、君にアッシュファンクラブ会員ナンバー2をプレゼントしよう。ちなみにナンバーワンは俺だ。私たち最大のライバルだけど、なんか憎めないおまぬけ3人組、その名も盗賊団トランプ。そのトランプ賞の発表なんだけど、なんか揉めてるみたいね。龍樹様、これなんかどうでしょうね。ん、誰だね。です、さりげなく自分の作品選んでんじゃないよ。だくもう油断も隙もありゃしないんだから。のび太のくせに生意気だぞ。何言ってんですか、ボンタン。もう決まり。決めたからね、この作品でいくよ。はいはい、さあ、トランプ賞は東京都の永井さんに決まりました。この顔もの、このこの一生の記念だぞ。このコンクールで一番価値のある賞だと思います。おめでとう。やるね、あんた男だね。大好きよ。
Thank you.